健康は一杯のお茶から。朝起きがけに、そして食事の後にじっくりと味わう一杯のお茶。心地よさが体全体に染み渡る。なんとも言えない心地よさですよね。お茶が今のように 広く飲まれるようになったのは江戸時代からで、煎茶や玉露の製法が開発されてからです。お茶は椿花の干木で、その若葉を摘んで加熱し葉の酵素の働きを止め、 酸化を起こさせないようにしたものが茶葉なのですそのため緑茶はうまみ成分であるアミノ酸を多く含みリラックス効果があることが明らかにされてきたのですお茶の伝来お茶は中国では漢の時代から 下毒用として陳調され後になって陰用として愛され人々の日常生活に浸透していったのです日本で茶の普及に役立ったのが臨大宗の階層英才が表した喫茶養生器です 養生器は次の一文から始まります。茶は養生の先約なり、延命の妙薬なり、茶は三夜に微生し、人間がこれを取れば、山谷の冷気を受けるなり、このため、不老長寿を得ることができる。このように茶は 戦薬と扱われていたのです茶の紅葉茶の紅葉の多くは茶独特の渋ぶみのもととなるカテキンなのですカテキンは発がんを抑える作用血液中のコレストロールを低下させる作用老化を防止する作用 血糖値の上昇を抑える作用抗ウイルス作用口臭を防ぐ作用など多くの効き目があることが確認されていますカフェインは眠気を覚ましビタミン C も多く含まれその他にカテキンやビタミン E が多く含まれ がんの予防老化防止効果が認められていますお茶の食べ方私の知人の茶の師匠をしている方から茶は体に良いから食べるようにと勧められ茶を食べるのかと驚いたのですそこで茶の工場 茶を食べるとどのような効能があるるのかを調べる気になったのです。奈良地方で古くから親しまれた茶がゆはお茶の煎じ汁で貝を炊いたもので体に優しく消化吸収がしやすく老化防止によいと近年見直されてきたのです。 抹茶は直接の太陽光から葉が当たらないように覆いの下で栽培した茶葉をそのまま乾燥したものを茶臼で微粉状にしたものなのでお茶の成分を丸ごと食べると同じことになるのです。茶茶の茶葉は そのまま食べることができるのです。このため、お茶に含まれるビタミン E、カロテンなど不要性成分は茶柄に残っているのです。だから、茶葉や茶柄を料理や菓子に使用し、抹茶を使用するならば、 お茶のの栄養素を効果的に摂取するることができるのですお茶を使った料理としてお茶漬け茶がゆが思い浮かぶと思いますが茶の香りが茶碗全体に広がってあっさりした中に腹に染み渡る美味しさが思い出されます。 お茶を食べる良いことを聞きました教えてくれた方ありがとうございました私にとってお茶漬け簡単なのが一番なのです以上です2023年10月7日